国語入試問題必勝法は、清水義則が1987年に発表した短編小説。または、同年に講談社から出版された短編集。ここでは前者について述べる。関西テレビが岸部一徳主演でドラマ化している。2000年1月時点で短編集、国語入試問題必勝法の単行本は7万7千部。 文庫本は20冊28万部を発行している。小説現代1987年3月号に入試国語問題必勝法として発表。国語が不得意な受験生の浅香一郎に家庭教師の月坂が現代文の問題の解き方を教えるという物語である。この作品中で月坂が述べる解法について作者は小説集の後書きで虚構だと述べている。 また、翌年に発表したエッセイはが必勝法と共通一時試験国語問題において、デタらめ必勝法だと書いている。彼はエッセイの中で未読の読者のために、自ら必勝法のいくつかを明かしている。ここではそれらについて触れる。作者は、後日、1988年度大学共通一時試験の現代文の問題において、 超短除外の法則を検証している。その結果、11問中8問がこの法則に当てはまったとしている。そのためか、津田秀樹著、裏技大前シリーズで明らかに本書の内容が実用的に公式化されているが、津田はオリジナルと主張している。アルフレッド・バーンバウムによる英訳版ジャパニーズエントランスエグザムズ・フォー・アーネスト・ヤングメンは、1991年に、 講談社インターナショナルから出版された、アンソロジー、現代日本短編小説集、モンキー・ブレーンス氏、ニューテイスト・イン・ジャパニーズ・フィクションに収録された。ありがとうございます。